皆様どうもこんにちは、源大です。今回はタットの外側の動かし方についてやっていきます。メリハリがついたり細かい音取りや振り付けなどのアクセントが欲しい方必見です。アウトタットができると体の外で綺麗なデザインが作れるので、エジプトの壁画のようなキャッチーなポージングを簡単に作ることができるので、ぜひ挑戦してみてください。それでは行ってみましょう。まず手のひらを残して手が動かないように肘だけを動かす練習をします。この時腕側が止まっているようなイメージも同時に練習しておくと良いと思います。どこに行ってもこれができるようにしておきましょう。手を自分の顔側、そして外側と向きを変えた時に、腕が動かないようにしっかりと手首で回すようなイメージをしましょう。慣れてきたら上と下どっちも練習してみましょう。腕をハの字にして指先に止めるポイント、そして手首に止めるポイント、交差して止めるポイント、いろいろな形で実際にやってみましょう。ここで気をつけるポイントですが、ラインをしっかりイメージしてそこをなぞるように動かしていくと綺麗になると思います。腕などの関節が硬い場合、体が大きく動いてしまったりするので、腕だけをなるべくクリアに動かせるようにイメージをしましょう。指先がバラバラしていると目立ってしまうので、しっかりと指を閉じておきましょう。それではすごかっこいい動きを見てみましょう。